持ってません、僕は最初から。とにかくね、なんでここにこれうるさくするの。人の迷惑にかかってないんですから、別に。自分こそ注意されたんじゃないんですかね、前に。いやじゃねえんですよ。あんたここで酒も飲んでたぞ。いつ酒飲んで2年前。あんたむちゃくちゃやってるよ。だからどうしたんですか。だからどうして、ここ酒飲んだらダメなんだよ。いつ、どこ、水、飲み物を持っちゃいけないって書いてあったけど、酒は飲み物じゃない。酒飲んでたらいいよ、ここで。で、これバーってやってんですよ。で、そっち言ってこれ。え？そもそも韓国人には差別的な発言しやがって。話をすげ替えたの。すげ替えないじゃなくて、さっきから差別的な、なんかシナ人とか言うてましたよね。これが何が問題なんだって。ここで酒飲んだとかさ、自分で一回も何も言わないし、何も。鏡見ればわかるんじゃないですかね。鏡見ればわかるんじゃないですかね。理由を教えてよ。みんなに説明してよ。これ持ってきてここでやかましくする理由を。チックさんに言った方がいいんじゃないですかね。あいつも言ってるよ。あんたうるさいって。言ってへんって、そんなこと一回も。うるさいって聞かないって言っても。だから俺が言ってるよ。俺がチックに言ったよ。あんたにね、もうやめろって。で、やめないから俺言ってるよ、俺がだから。お前がうるさいから。お前の親どこにおるか知らんけど、親呼んでこい、大概。親と話したろ、俺が。お前がそこまでやるんやったら、やめんのやったらな、ここでちゃんとルールがあるんやから、お前守れんのやったら来るな。食べれ、言いたいよ。まあ食品は食うなって書いてありますけど、でも爆音とかそういうのは一切書いてませんよね。爆音していいの？お前ロータスでやってるか同じように。ほんなら俺が止めてやるわ。やってもええわ、これで。え？お前ロータスで同じようにやってこい。やったことあります、やったことあります。ロータスでやって同じようにやって俺見せてくれ。ほんなら俺もう歓迎する、ウェルカム。お前やっていいってことで。そんな公共の場でそんなことやる人いますかね。公共の場じゃない、ここプライベートプロパティって言うんですよ。人の住人が住んでるとこですよ、ここは。やってくれたら、お前やっていい、ここで。いつでも歓迎やっていい。ロータス今やってるから俺一緒に行くから。で、俺ビデオクリップ撮ってやるから。で、みんなに見せてやる。こいつみんなって友達何人くらいいるんですか、住人。だからいいって。お前も同じ質問したるわ。僕はただ君、あなた今ロータスにやってこいって、これ持って同じようにやってこい。ほんでここでやってこい。いつそんなことやるんですか。やってこい、やってこい。自分恥ずかしくないんですか、そんないい年になって。いい年になってそんなことやって大丈夫なんですか。I have every right to video this.